パンの時間。こんばんは、木村さゆりです。毎週金曜日の深夜に放送しているパンの時間ですが、今回はスペシャル回としてオンラインイベントを開催することになりました。今日は特別ゲストをお呼びしております。キャンディーボーイの福留俊さん、阿鼻子浩介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご紹介に預かりました、キャンディーボーイの福留俊です。ですね、僕はパンの街として有名な神戸で生まれ育ちまして、食べることがちょっと大好きすぎてパンシェルジュという資格を取得させていただきました。今日はですね、福島の美味しいパンを楽しみながら、そしてパンのこともいろいろ学びながら皆さんと楽しく過ごせたらいいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、福島県福島市出身、キャンディーボーイの阿鼻子浩介です。僕は福島県が大好きでですね、よく帰省するたびに昔から大量に福島のお土産を買って友達とか知り合いに配り歩いてですね。そうなんですよ、はい、歩く福島物産展と言っても過言ではありません。福島と日頃のパン生活の発展を願って乾杯。乾杯。乾杯。はい、このようになっております。大ぶりですよね、こちらのバゲットも。はい、じゃあ早速いただいていきましょう。はい、いただきます。パンシェルジュ検定に出てくる問題でクイズをしたいと思います。まず第1問目に参りたいと思います。はい、小麦の原産地はどこでしょうか。1ヨーロッパ、2西アジア、3アメリカ大陸、4黄河流域。はい、なるほど。突然ですがですね、今日は歴史についてたくさん学べたらなと思いまして、こういう問題をご用意しております。パンの歴史ですね。はい、そうです。なるほど。では5秒カウントダウンいきます。5、4、3、2、1、終了です。終了です。はい、皆さんの答え見てみましょうか。お、割れましたね。それでは正解は2番の西アジアです。おめでとうございます。当たった方おめでとうございます。原産国としてはですね、はい、やっぱり土地が肥沃な土地なんですよね。やっぱり栄養分の高い土地で小麦が育ったと言われてるんですけど、はい、なのでこの西アジアの大陸ではですね、チグリス川だったりとか、はい、ユーフラテス川っていう大きい川があって、ね、その川ってよく氾濫が起こってたんですよね。やっぱり増水したりして、うん、そうなると泥になってぬかるみが肥沃になるんですよね。ぬかるんだ土地が肥沃な土地になって、そこで小麦がよく育ったと言われています。なるほどね。いや、どうでしたか、阿鼻子君。いや、無事に2回とも終了しましたが、うん、幸せなイベントでしたね。本当に特に2回目の時、はい、もうまたこう、なんだろう、楽しくなっちゃって、なんだろう、はい、もう残り時間わずかっていうのが気づかなくて、だからやっぱり2時間コースにすべき。そういえばそんなこと言ってましたね。はい、皆様とこうやって、まあ、一緒に同じものを食べながら楽しい時間を過ごすっていうイベントがあったら嬉しいなと思います。うん、はい、ご参加いただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。